アドロフの休憩所、オートヘイブンレッカーズ、ジェーン・ロメロ行きまーす。PTB。なんかね、平常心が新しくなって、一番最初発電機触ると、キラがわかるよね。あれ、ピックじゃね？ピックだな。これ結構ね、いい能力だと思うんだよね。加速の削減が発動してるということは、エースがチェイスしたけど、一発もらったから、もうすぐ消える。これ、是正措置ってさ、誰かミスると、あ、でもやっぱ味方しかダメなんだ。これ味方が失敗するとグレートになるのか。これ来てるとは思うんだけどね。おお、来てる。お、バシバシじゃないですかこれ。これ来るぞ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 。あ、でも共通が鳴ってるわ。じゃあ回そう。加速の策略ない。あ、これも新しい発電機だから見えんのか。で蹴った。うわ、その後気になる。叫んだから多分バシの方行くな。で2窓、そして窓飛ぼう。もう追われてなくない。そろ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 危ない気がします。真ん中、真ん中って奥行きたいな。あの人ってるな。迷う、これ。これも新しく発電機触った判定ならないか。ご家族の策略。遺伝的限界？これなんか負傷するだけで発動するようになったんだっけ。ここ見てほしいな。チェイス中には結構なんかね、いいっぽいんだよね。負傷した瞬間なんか数十秒ぐらい疲労になるんだっけ、遺伝的限界。疲労パークとしてはね、なかなかいいと思うんだよ。治療器だから回復が早い。そこ釣りそう、これ。目の前行くよな。しなっち絶対割るじゃん。割らないじゃん。はい、あ、これ、あ、中間になっちゃった。こっち側、岡部やられちゃいそう。あ、やんなことないか。届きそう、これ。危なっ。あ、でもなんかアドンついてない。短い、ちょっとやばい。あ、これ死ぬ。これ結局なんか途中でここで止まったりすると当たっちゃうんだよな。距離長くなったし。あ、いいよ。発電機はめっちゃ回ってる。早え。今んとこさ、こん中だと平常心が一番いいな。で、この後、血の騒ぎが騒ぐ。俺の中で。あ、いいよ、これ、そのままフィードしてくれと。これ、岡部になりたいな。どっかでしなやか。こっちか。こっちしなやか発動して、血騒いで、もう一回しなやか出すのと。怖い。これ強いよな、絶対。あ、来てる来てる来てる。あ、でも丘なんだよ、こっち。あー、しゃがんでくんねえか。いや、一瞬しゃがんだけどやめたんだな、これ。あ、いいえ。いや、でもなんか距離はめっちゃ取れた。で、あっち側の発電機回せるようになるから、こっち行くと。あ、そこやったのか。これちょっと悪いことしたかも。いや、血騒ぐね。で、これで奥側が多分回せるから、こっち多分1台一緒あんの。あ、どうだろう。
真ん中やってたんならもう一度やるかも。こっち側でやれば問題ないか。ただそこ回ってるから次あっち側だ、逃げるんなら。俺はこのまま狙われそうだけど、もう一回血が騒ぐかもしれない。これやばいな、近くでダウン取られると結構救助厳しくなってくるな。ダブル加速いくぞ。あと通電すると血騒がないから、あ、来てくんねえかな。こっちあっち救助できるな。多分エースか誰かがはしごでこっちに来そうだけど、あ、オッケーオッケー、来てるな。さあ殴られ救助してくれるか。あ、ナイス。すまんねえ。でここでこういってで血騒いで、でもう一回あー血騒ぐー。あ、このまま狙ってこないんだ。やばいな、これ間に合うかな。そもそもとりあえず回復しないとね。こっちに1個置く、3個か。でも4分の1が過ぎて、あ、これ探しに来そう。回復しないことにはね、どうしようもない。 OK、 今だって是正装置貯める。1人は回してくんねえかな。無理か、一発で外れたら神。え、外れないんだっけ今も。頼む、俺は血騒いだから。なんかちっちゃくない、スキルチェック判定。血騒いだからさ、生きてんだ俺。これ大丈夫かな、全員負傷。やばい、半分間に合うか。普通に死にそう。頼む、これで許してくれ。あ、こっちが来てる、浮かまわせるね。あ、やばい、これ真ん中、いや、そこじゃないな、奥行きたい、これ右奥。これそこ解除してたら多分ピックにバレるんだけど、これちょうど行こうとしたら箱の方でダウン取られてる。これやばいぞ、やばい、これなんかいつの間にか壊滅してる。死ぬ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 、やばい。あ、ちょ、待って、キョッ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 、外れるよね。あ、オッケーオッケー、危ねえ、危ない。これさ、多分 S90 いくよな。だったらあの丘の奥のとこ回そう。ナイス。で、これ多分はしごでいくじゃん。もうほぼゼロや、ここ。で、これでこっち側にピックが来てるのが分かるんだけど、しゃがんだから見えなくなる。ここやりたいな、真ん中あたりでキャンプしない。発電機回すの見に来そう。あ、これでバレるじゃん。そこいたな。この奥ってどうなってんだろう。あ、まだ板あるな。でもラストだから早めに板倒すわ。バッシーが来て場所バレて、しないか使いたいね。あ、これうまい。でしなやかで加速して、ここ二窓か。二窓な、いずれ投げられるしな。あ、でもやめたっぽい。反対行ったね。これ戻って丘回そう。いや、バシで逆に近づいてきたの分かりやすい。早く疲労回復して、もう血騒げないからね。いや、残しとくのもありだったな。まあ通電したら意味ないからな。それでどうなんだろう、残しておくのも意味ないか。
エース終わり。セーブル2人大丈夫かな。あれなんか助かってるぞ、エース。発電機回したからストライクじゃないと思うけど、痛手かな。あれ2人とも外すか、外すか、発電機回すか。これでもつけたら2人やばいね。1人は外してるわ。でもこれつかなそう、1台。疲労はギリ回復するか。で、真ん中でまたチェイスできたらいいなぐらい。どこ行きそう、これ。もうこれ共通が多分行く方がいいな、そっち側。共通小屋側、もうこっち来ちゃったけど。あ、まだでも板ある。あー、ここの板ないのか。ここの板ないんなら死んだかも。あー、無理か。あ、なんか回してない、大丈夫。2人でやって1人外したから、これで脱出は誰かできそう。あ、でもどうだろう、1人外すからゲート開け、どうだ。しかも手前に1個あるゲート。まあ、これきついかもな、セーブル。どっちか出れたらいいなぐらい。